インチは、ヤードポンド法の長さの単位である。国際インチにおける1インチは正確に2 5 4ト、mm、ルと定められている。1インチは1国際フィートの12分の1であり、1ヤードの36分の1である。インチの単位記号は、ISO においても JIS においても、インと定められている。これを受けて、日本の計量法でも単位記号は、インとしている。 イギリスの人文系論文のスタイルマニュアルである EN ・マラスタイルガイドでは曖昧さを除くために単位記号をインとピリオドを付するように定めているによっても書かれる例えば10は10インチの意味であるはしばしば不正確だがやアスキーのやとも書かれるフィートはで表記されるので50は5フィート10インチを表すなおとは 時間の分と秒、角度の分と秒の表記にも用いられるので、50は時間、または角度の5分10秒とも読め、文脈によっては混乱を引き起こす恐れがある。インチの長さは東アジアで用いられる寸に近い。そこで中国ではインチのことを英寸と呼んでおり、日本では明治時代に等という告示が作られた。現在の日本では計量法の規定により、 インチそのものを取引証照明に使えないので、インチ規格を型と呼ぶ。例えば、三重型テレビなど、インチは、時代によって、また国によって異なった値を取った。それらは、ほとんど統一されたか、あるいは、統一される前にメートル法の単位に置き換えられた。今日、ほとんどの国において、インチといえばそれは、国際インチのことを指す。国際インチは、 正確に0.0254メートルと定義されている。この定義はアメリカ合衆国、イギリス、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、南アフリカの6カ国が1958年に協定を締結し、1959年7月1日に発行したヤードの定義に基づくものである。現在でも1インチは約2.54センチメートルといった表記が見られる。 公式サイトでの2019年の表記例。しかし、国際インチにおける1インチは正確に2 5 4トルであるため、このような表記は不正確である。ただし、国際インチの制定より前の事柄、例えば、戦艦、三笠の12インチ手法に言及する場合は、1インチ、イコール約チメートルが正確な表記となる。元々のインチは、 男性の親指の幅に由来する身体弱だったとされている。古代ローマにおいてフィートと関連付けられて、その十二等分した長さが1インチとされた。インチという言葉の語源は、ラテン語で12分の一を意味するアンチアであり、質量の単位である音スと同一語源である。古英語のワインスを経てインチとなった。また、親指の幅であることから、 親指幅とも呼ばれた。現在でも多くの言語でこの単位は親指という言葉に似た、または同じ名称で呼ばれている。イギリスでは伝統的に大麦の穂の中央から取った一粒の縦の長さをバーリーコーンと呼び、これを長さの単位としていた。イングランド王エドワード2世は3粒を縦に並べた長さを1インチと定義した。19世紀、 スウェーデンではメートル法への移行が行われた。まず、1855年から1863年までの間で、インチがフィートの一重である重心インチに置き換えられた。重心法を導入することで計算が単純化されるとして導入されたが、他国で使用されていた112フィートのインチと110フィートのインチの2種類があることで余計に複雑になってしまったことから、 1878年から1889年にかけてメートル法の単位が導入されることになった。イギリスとイギリス連邦諸国は帝国ヤード標準元気の12分の1の長さ約25.3998ミ、mm、リメートルとしていた。アメリカ合衆国では1893年、メンデン法律令により1インチイコール103,937メートルと定義された。 したがって、1インチイコール約25.400050800102ミ、mm、リメートルであった。カナダもこれを採用した。いくつかの国では、1959年以前に行われた測量の結果の互換性のために、1959年以降も以前に測量のために使われていた各国バラバラのフィートの定義を保持している。これを測量フィートという。 例えば、現在もアメリカ合衆国測量フィートとして、アメリカフィートが使われている。ただし、このような精度はフィートのみに適用されるのであり、アメリカインチが合衆国内の測量に使われることはない。日本においては、インチというヤードポンド法の軽量単位を使用することは、特別の場合以外は、軽量法上、禁止されている。したがって、以下の製品のサイズ表記は、 マイナス型と表記されるか、表記寸法が単に2 5 4ト、mm、ルの倍数となっているが、インチ表記ということではない。インチ規格部品と ISO 規格部品が混在し、製造上問題になるのはパーソナルコンピュータなどの電子機器である。メートル法を使う国々でも、このようなアメリカやイギリスを起源とする商品は互換性の維持のため、 製造設備の設計上の理由、または、召喚工場、現在もインチ単位を基準に設計、製造されることがある。インチネジは、ネジ山のピッチが ISO ミリネジ規格より荒く、直径とピッチがインチ単位で作られている。インチネジにはいくつかの規格があるが、主に使われるのは、ユニファイネジとウィットワースネジである。 日本国内で生産される商品としては3.5インチハードディスクドライブの固定用ネジやカメラの固定ネジ等に用いられている。これら精密機械に使われる小型ネジはユニファイであることが多い。ウィットワースは建築関係で用いられる太い小道のものが多い。132インチメモリのメジャーインチより細かい、長さは2のべき、2、4、8、16、32、 64.128は細かすぎて実用的でないので、使われないを分母とする分数で表すことが多い。詳細は、サウを参照工学分野では、サウ、または、ミルという単位が国際インチの1000分の1の意味で用いられることがある。今日では、サウやミルは用いず、SI 単位を使用すべきとされている。ライン及び、 リーニューモス参照12インチイコール2.117ミ、mm、リメートルをラインと呼び、単位記号で表す。パイカも参照印刷などではパイカを呼び、ポイントを使用する。18インは、借感法における1分に近いため、日本では18イン1分とみなして、インチ規格を、分野、さらにその110の輪で表すことがある。大工や機械工などの間で使われる。 これらは1フィート1尺とみなすことに相当する。主に使われるのは表の呼び名になる。ありがとうございます。